選手だけではなくてファンサポーターの皆さんと一緒にこう乗り越えていこうというところが、ね、見えますよね。ですよね。さあ今 FMFC のキックオフで試合が始まりました、うん、ここは宮吉がチャージに行く、が藤本が軽く前線にはたいて歌を狙ったボール、ここははたいて武田、まだある、宮吉だ、宮吉3試合連続ゴール、宮吉サンガスタジアムバイ京セラ初ゴールとなりました。先制、ここで宇高に入った瞬間にこう2人来るんですけども、そこでうまくかわしたことが一つポイントでしたよね。ここですよね、ここ2人来るんですけども、ここでうまくフリックで剥がせたことがポイントだったと思いますね。まあ、真ん中のところ、まあ、宮吉、まあ、フリーで入ってきましたし、まあ、落ち着いて左足インサイドに流し込んだというゴールでしたね。まあ、宇高に飯田、福岡受けて前を向く武田、さあ斜めに走ってくる増田天満、その増田天満だ、シュート、いやー松田天満1試合連続ゴール、素晴らしい連携から京都さんが2点目。そうですね、ここ武田からですけども、相手のこうディフェンスラインのところでセンターバックのギャップがありましたから、そのギャップに対して松田がいいタイミングで入ってきて、まあ、シュートはまあ正確にまあゴール前に流し込みましたね。さあ河村、左手のシュートだ、ここは分からナイスキーパー、ここはいいセービングを見せました若原、西岡のクロス、吉田マキト、まだある、森谷、森谷の左手のシュートだ、河村前回のアディショナルタイム、河村のボレーシュート1点返しました、愛媛 FC。 いやー来ましたね、この1点は非常に大きい。ここサイドがクロスあるんですけども、そこをしっかりとこうセカンドボール拾って、まあ、モリアからこうマイナスのところにね、まあ、エアポケットのような形でスペースがありましたし、そこをしっかりとモリア見てましたよね、まあ、そこに河村もしっかりと入ってきて、さあそして前半が終了しています。さあ明治安田生命 J2 リーグ第11節京都サンガ FC 対 FMA FC は、さあ今後半が始まりました。後半はホームの京都サンガ FC のキックオフで試合が始まります。さあ若原からのロングボール、ヘッドで跳ね返す、さあ宇多がどうする、松田天馬シュートだー、バイスバイスが決めていきました。こぼれたところ最後はヨルディバイス、京都さんが追加点を挙げています。3対1となりました。そして中央でボールが入って、ここでまあ宇高がボールを握ったことで時間ができましたよね、まあ、少しこう愛媛のディフェンスラインがこう下がったんですよね、まあ、そこマイナスのところにまた天馬が出てきてかわして左足シュート、でこぼれ球を、まあ、宇高が落ち着いて決め切ったというシーンでしたね、まあ、少し愛媛の方はディフェンスラインに下がりすぎたというところがありますよね、まあ、バイスも、まあ、ランニングしたことで、まあ、相手を下げさせたという効果はあったと思いますし、最後さあどういったプレーを選択してくるのか、ふわりと浮かした森谷、ヘッドで合わせてきた、これはアイドルヘッド、1点返しました愛媛、藤本が飛び込んでいきました。モリアの対空時間のあるボールでしたよね、最初西岡ですかね、西岡の高さを生かして、まあ、競り勝ったところ、まあ、こぼれ球ね、まあ、藤本よく詰め切ってましたね、ここは最後身を投げ出すような、さあ愛媛このパスは引っかかった、リーズの7位だ、リーズの7位、どうする自らっていったか、ここはゴールキーパー秋元集中していました。さあここで試合終了の流れ